駒込病院感染症科の部長をしてます、今村です。外来や入院の診療で、多くの HIV 感染症の患者さんを毎日、診療しています。 HIV 感染症の治療は大きく進歩しています。どうしてもやっぱり、HIV と診断された後、怖いあるいは心配だっていうのはもう皆さん思うところだと思います。ただうちには多くのスタッフがいて、医師だけじゃなく看護師、ソーシャルワーカー、カウンセラー、多くの、人たちが関わって、チーム医療として皆さんが安心して診療に、携われるように、応援しています。安心して、いつでも来てください。HIV 感染症っていうのは HIV というウイルスが体の中に入って起こる病気です。 HIV というウイルスが体の中に入ると、数年から十数年間、結構長い期間なんですけれども、そういう長い期間を経て、徐々に、病気と戦う抵抗力を下げていってしまいます。その抵抗力を一般的には免疫と呼んでいるんですけれども、その免疫が徐々に下がってくることによって、いろんな病気が起こりやすくなってしまいます。そしてさまざまな症状を起こす、これが HIV 感染症という病気です。HIV 感染症という名前と AIDS という名前はよく皆さんが混乱する、名前になります。実際には病気の名前としては HIV 感染症という名前が正しい名前になります。HIV とウイルスが入ってから、HIV 感染症になったという言い方が正しい、呼び方になります。それは抵抗力が下がったらなる病気なので、いろんな臓器によって抵抗力が下がったらなる病気がそれぞれあります。例えば目の病気、肺の病気、神経の病気、脳の病気、消化管の病気、それぞれ抵抗力が下がったら病気があって、その代表的なうちの23、どれかを発症したものをエイズと呼んでいるんです。からエイズというのは HIV 感染症のうち病気がかなり進行した状況を示していると言えます。HIV 感染症の治療はすごく進歩しています。その進歩のことをあまり皆さん知らないことが多いんですけれども、確かにかつては死の病と言われるぐらいに HIV 感染症というのは、病気が進行したら救うことができない病気と考えられていました。抵抗力が下がってしまえば大きな病気を発症する、それをエイズを発症したという状況と呼ぶわけですけれども、仮に出た病気を一旦治せたとしても、一旦下がった抵抗力が変わらないのであれば、また次々と別の日、その抵抗力が下がった時になる病気を発症してしまうんですね。その病気、一つ一つを治していっても、やっぱり中には治せない病気、あるいは勢いを止められない病気っていうのが中で起こってきちゃいます。ということで、やはり昔はその抵抗力が下がって起こる病気によっていずれは亡くなってしまうという、そういう病気だと考えられていたんですね。ところが、1996年からこの HIV 感染症の治療が大きく変わることになります。HIV のウイルスを抑える治療が本格的に始まったんですね。今は HIV の治療を、そのお薬を飲むことによって、内服薬を飲むことによって、ウイルスを血液の中で測れない、血液で検出できないぐらいまで抑え込むことができるようになっています。で、今その治療の進歩によって、外来に来ている患者さんみんなも仕事をしたり、学校生活を送ったりしながら、定期的な通院を続けながらですね、今までの生活を送れるようになってきています。